羽生結弦 VS。浅田真央、二つの異なる夢が描く未来の姿。スケートと社会貢献の対比。羽生結弦、29歳と浅田真央、33歳。彼らの名前は、フィギュアスケートの世界で輝く星々として知られています。二人は長い間、スケートの舞台で驚異的なパフォーマンスを披露し、数々の栄誉を手にしてきました。しかし、彼らがそれぞれ未来に向けて進む道は、全く異なるものとなっています。 ハニューゆずその名を世界に轟かせる彼は、最近、高級ファッションブランド、グッチのブランドアンバサダーに就任しました。この驚きのニュースは、彼のファンや業界全体に大きな話題を呼びました。ハブはこれまでにも、オリンピックでの金メダル獲得や国民栄誉賞受賞など、数々の快挙を成し遂げてきました。彼のプロフェッショナリズムと挑戦の姿勢は、多くの人々に称賛されています。しかし、 彼の新たな挑戦には疑問の声もあります。彼がブランドアンバサダーになることで得られる利益と、それが彼のスケート人生や地元のコミュニティにどのように影響するのか、そのバランスについて。一方、浅田真央は新たなスケートリンク建設プロジェクトに取り組んでいます。彼女の情熱と決意によって、東京・立川に MAO リンクという名の新しいリンクが誕生することになりました。このプロジェクトは、 競技者向けのメインリンクと一般客向けのサブリンクを備え、浅田の願いである未来の子供たちのために設立されました。彼女はスケートの成績だけでなく、スケートを愛する人々や地域社会にも影響を与えることを望んでいます。彼女のプロジェクトには、スケートリンクだけでなく、レストランも含まれており、地域の食材を使用した安全で楽しい食事の提供も計画されています。これにより、スケートを楽しむだけでなく、 地域コミュニティ全体の活性化も図られるでしょう。ハブとアサダ、二人の間には異なるアプローチや価値観が見られますが、彼らの目指す先には共通点もあります。それは、スケートを通じて人々に喜びや感動を与え、次世代に続くスケーターたちの可能性を広げることです。彼らの活動が、どのように社会や地域に影響を与えるのか、そして彼らがスケートを愛し続ける理由について、私たちは常に考えるべきです。 羽生結弦と浅田真央、彼らの活動はスケートの枠を超えて、人々の心に響くものです。彼らの努力と情熱が、これからも多くの人々に希望と感動を与え続けることでしょう。それでは、あなたは羽生結弦と浅田真央の活動についてどう思いますか彼らの取り組みが地域社会や次世代に与える影響について、どんな考えをお持ちですか彼らのストーリーから、何か新しい気づきや感動を得ることができましたか ぜひ、あなたの考えや感想をシェアしてください。